ぞ。はい、誕生日おめでとう。ありがとう、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 みんなありがとう。はい、ありがとうございます。昨日もライブだったんですけど、まあ、昨日もすごい、ユナイトの12周年のとても感動なライブ終わった後のリンさんもハクさんもあの嫌な顔一つせず今日も出てくれるということで頑張らなきゃなと思ってます。翔吾さん、はい、ちゃんと起きました。翔吾さん起きましたね。いやすごい、本当はね翔吾さんか春さんに一番目にメイクになってもらおうかなと思ったんですけど、まあ誕生日なんで、これから多分ステージ上でいっぱいもてなされるんで、ささやかなプレゼントということで、ちょっとメイクは僕が今日は一番目にやりました。はい、ライブの意気込みを。ライブどう、まず今日は本当なんですかね、ライブ、悪夢、ユナイト、まあ、どれもボーカルとして、まあ、期間はいろいろバラバラなんですが、ボーカルとして参加した3バンドの曲からいいとこ取りみたいな感じで、まあ言ったら、ラーメンとカレーライスとカツ丼のいいとこだけ混ぜたみたいな、それが果たして美味しいかどうかは今日見てもらった皆さんが分かるんじゃないかなといった、そんなライブになると思います。頑張りましょう。頑張りましょう。スーさん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。エザー、おめでとう。はい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 、じゃあ草さん、はい、行く寸前のコメントください。行く寸前、行く寸前のコメント、なんだろう、行く寸前、楽しんでいきます。うえー、オッケー。
演奏する形が変わったりとか、一緒にこうその時のバンドが変わったりとか、いろいろ変わっても変わっていく中でなんかこう歌い続けたいなって思ってる曲で、なんかそれをその変わっていくみたいなことが、ちょっと悲しいんだけど、なんか変わっていく中でもこう自分っていう、ものをこう持ち続けたいなっていう、周りの季節とか景色は変わっていくけどみたいな、なんかそういう曲なんで、なんか今日にちょっとある意味ぴったりかなので、思って今日歌いたいと思って持ってきた曲です。聴いてください、シーズンズ。ありがとうございました。いやー、アンコールも鳴りやまないんですけど、ちょっとお時間もあれなんで、そしてセッションなんでやれる曲がないみたいなのもあるんですけど、いやもうちょっと出し切りました。多分この皆さんのいただいたいろんなものを、持って明後日アメリカ行ってきます。ありがとうございました。いい誕生日になりました。